ルコームリ広告は、ルコームリを首都とした中世、ルーシの分量広告である。ルコームカガは、ルコームリ湖付近に位置した。ただし詳細な国境線に関しては、資料上に記録がない。PVMI's DLOKGSKI,、OK、t n p o r o k と、その分量広告 P、ポロツク広告 V、ビテプスク広告 L、ルコームリ広告 D、 ドルツク広告 O、ロゴジュスク広告 M、ミンスク告、ア i ズ、イジャスラブリ広告 G、ゲルチケ広告 K、クケノス広告周辺の主な広告 S、スモレンスク広告 KI、キエフ広告 N、ノブゴロド広告 T、トゥーロフ広告かつて、L アレクセーフは、ルコウムリが分量広告の首都となったのは、ボロックコーフセスラフの彦の一人がルコウムリを、 所有していた時であるという仮説を提唱した。しかしこの仮説は完全には否定できないものの、資料上に同様の言及は見られない。また、考古学的データは、ルコウムリの最盛期は、フセスラフの彦たちの生存した12世紀末から13世紀初頭では、なく、フセスラフの子や孫たちの生存期間にあたる11世紀から12世紀前半であることを示している。 そして、フセスラフの子や孫の世代で著名な人物の中には、ルコウムリの統治者と推定される人物は見当たらない。これらを考え合わせれば、ルコウムリは、ポロツク公国から派生した分量公国ではなく、旧世紀には存在していた、ある政権の首都だったという結論になる。また、この政権は、ポロツク公国のボヤーレの中から選ばれ、派遣されたナメストニクによって掌握されていた。 可能性が高い。一方、エル・ボイトビチの説によれば、ルコウムリ公国は1101年に、フセスラフの子のロスチスラフの所有する分量公国として成立したとされる。おそらく1170年代には、ボロダリ・バシリコビチという人物が、ルコウムリ公くらいについていた。13世紀には、ポロツク公国と共に、リトアニア大公国の一部となった。 また13世紀のリトアニア大公国内においては、何人かのルコムスキー公という貴族に関する言及があるが、彼らの祖先とルコームリ公国との関連は不明である。ヨゼフ・ボルフによれば、ルコムスキー公は、ビテプスククゲの子孫であるというが、この説を裏付ける資料はない。なお、ルコムスキー公たち自身は、自分たちの起源を、リトアニア大公アルギルダスののアンドリュスであると、 自称していたが、この系譜の確証に足る資料もまた存在せず、現時点ではこの血縁関係は否定されている。なお、1473年にルコムスキー校イヴァンがモスクワ大公国へ移送され、リトアニア大公国内の領地を没収されている。税。1975-223ABC 税。41994 161から186、ぜ、ぜ、ぜ、2649、ありがとうございます。